沈黙時間がゼロになる雑談のすすめ、行ってみましょう。本日もご相談いただきました。ありがとうございます。今日はこういったテーマです。話す話題が見つからず気まずい空気が流れることがあります。会話が行き詰まっても立ち去るわけにもいかず、どうしたら会話を続けることができるでしょうか、というお問い合わせでした。これはありそうですよね。ケースとしてはね、こう会話が行き詰まってしまってね、沈黙時間が流れたりとか、まあ話すことがないからちょっと妙にやること探したりとかですねあったりするかもしれません。トイレ行こうなんて言ってね、あートイレ、いやさっきも行ったなみたいなね、お菓子ちょっと食べ過ぎだなみたいな、なんかやることを探すとか、そのでもその場からこう立ち去れないっていう、そういうこうね、会話があまりなく重たい空気を迎えるなんていうことがもしかしたらあるかもしれないですね。まあ、今でこそ私はね、こういう雑談の本を書かせていただいてますが、社会人になりたての頃はですね、もう本当にこう特に年上の方と話すのが苦手で、年上の方とか先輩ですよね、囲まれるともうどうしたらいいか分かんなくなるんですよね。こうキョロ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 してね、あんまり話振ってほしくないなとかねそんな経験があり、で社会人経験何年か積んだら今度後輩ができてますから、後輩とは喋れるだろうと思って後輩を囲んだらですね、また何喋っていいかよく分からない、キョロキョロするみたいな、極度ね、もともと人見知りがあって、まあ、上の方でも下の方でもなかなか喋れなかったりしたって、まあこういう経験もあるんですよね。ただこのこうなんていうんですかね、こう静寂な空気の中に話題をこう投げ込むのっていうのは勇気がいると思うんですよ。なんかね、自分からこう静かなところにポンと話題を投げて、まあ、そんなことをなんか言っていいんだろうかとかね、スルーされたら嫌だなとか、まあいろいろあって、僕もなかなか最初はうまく会話ができませんでした。ただいろんなこう経験をするにあたって、やっぱりコミュニケーションのマスターっていう方を見てるとですね、こうまあ複数名でもマンツーマンでもそうなんですが、やっぱりイニシアティブを発揮してこの場に話題を投じてくれる方、こういう方のところにはやっぱり人が本当に集まってきますよね。ね、水辺にこう一滴垂らすみたいな、そうするとその一滴の話題からふわーって広がっていくみたいな、そういうこう話題を提供できる方、あのキャンプファイヤーでいうと燃えてないキャンプファイヤーにこう火をつけて燃やしていくような方、投じる方、話題を投じる方っていうのはやっぱりすごいキーマンになるんですよね。でそういう方はこうコミュニケーションがやっぱり上手だなと思って、私も20代の頃からね、こういったずっと研究をしてまいりました。で今日はこういった沈黙時間がゼロになる、気まずい空気がなくなる、この話題の提供の仕方、まあ、もっと言えば話題の作り方ですね、ポイントをお伝えをします。で話題を提供できるようになればきっとですね、何々さんがいるとなんかいつも楽しいねとかね、何々さん今日来てないのって言われるようになるとか、何かあなたがいると暖かくなるとか、キャンプファイヤー集まりたくなるみたいなね、そんなことが実現できるんじゃないかなと思ってます。ということで本日のテーマは、何気ない会話の中での話題の作り方、これをお届けします。こちらのチャンネルは伝わる話し方を専門にお届けをしております。分かりやすい話し方や、こういった好かれる話し方、雑談、緊張しない話し方と話し方に特化をしてお届けをしております。もしためになる部分があれば、ぜひチャンネル登録をしていただいて、一緒に伝わる話し方をマスターしていきたいと思います。早速本日の中身に入っていきます。今日は何気ない会話における話題の作り方、これがテーマです。で早速結論なんですが、今日お届けするのはこちらです。連想法、これを使って話題をどん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 膨らましていくっていうのが今日の結論です。連想法とは何かというと、昔あのマジカルバナナってありましたね。バナナといえば何々みたいな、ちょっと古いですかね、だいぶ古いかもしれないですけど、そんなクイズ番組がありました。まあ、要するに連想法っていうのは何かというと、まあ、例えば、まあ、バナナっていうのがあったとしますね。そしたらバナナといえば、うん、まあ、黄色、そうですね。じゃあ黄色といえば、信号、そう、信号といえば、三色、三色といえば三色巾着、三色巾着といえばおかず、まあ、みたいな形でこうどん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 連想していくっていうことなんです。この連想力が強い人はですね、話題がなくなってもこの連想を使って話題を生み出すことができるんですね。例えばですね、こんな話をしてたとします。そう、あの鬼滅で思い出したんですけどもね、あ、鬼滅だ、あの漫画ですね、漫画で、あの鬼滅の刃で思い出したんですけどもね、あの最近呪術廻戦っていうのがすごい流行ってるみたいなんですよね。あれ見たことあります？
まあ、みたいな形でこの漫画つながりですね、漫画から連想してまた違う話題に行く。あ、見たことあるんですか、面白いですか、そうなんですか、ですかとこうお話をしながら、私はねあんまり漫画ちょっと見ないんですけど、まあ見たって言ったら中学の時のドラゴンボールぐらいなんですよね、なんて言って中学の話が始まる。うんうんかんぬんまた話してたら、ちなみに何田先生さんはこう中学って何部だったんですか、帰宅部ですか、そうですか、なんて言ってまた当時の中学の部活の話が始まる。でも最近あれなんですって、部活に入らないお子さん子供が結構増えてるらしいんですよね、なんて言ってお子さんの話になる。ちなみにお子さんは今おいくつでしたっけって、ああもうそんなに大きくなったんですか、うーんなるほどって言ってお子さんの話につながる、まあみたいなこれ感じです。演奏してこう話題がね、まあ、こんなに早くとんと会話することはないと思うんですけど、まあちょっとギュッと縮めるとこういう連想になっていくと話題が途切れないよってことなんですよね。今何の連想してたかっていうと、まあ、まず鬼滅で思い出したましたけど、まあ、鬼滅から始まり漫画つながりで呪術回戦になり、呪術回戦のつながりで中学のドラゴンボールになり、中学のドラゴンボールからあれ中学何部でしたっていう話になり、部活に入らない子供からお子さんいくつでしたっけっていう話になっていると、これ全部連想でこうつながってるんですよね。これは特段雑談っていうのは体系的に整理された話を的確に言わなきゃいけないなんていう空間ではないですよね。別に話があっち行ったりこっち行ったりしてもそれはよくて、とにかく話こうなんか楽しくわーって話してるなーって、あなんかいろいろ喋ってるな楽しいなって、この空気の方が大事なわけであって、特に中身の理路整然とした会話をしなければいけないとか言われたらちょっと雑談しにくいですよね。なので実は雑談っていうのは中身っていうのは関係がなくて、自然にナチュラルにいろいろなお話をしたりとか、あなんか喋ってて心地いいなとか楽しいなとか、昔を思い出してあ昔の漫画の話をしてたとか、この楽しい空間っていうのがまず大事だってことですね。こういう風に連想するとですね、いろいろアイデアが出てくるんですよ。まあアイデアっていうのは連想から生まれることが多いんですよね。例えば皆さんポストイットってご存知でしょうか。でよく使われる方もいらっしゃると思うんですけど、ポストイットっていうのはもともと強力な粘着剤を作ろうとしてたんですよ。もうつけても剥がれない。そしたらよくつくんだけど簡単に剥がれるっていう不思議な接着剤ができたんですって。これはしおりに使えるんじゃないかと、本に刺すしおりに使えるんじゃないかという連想があり、そして今のポストイットになってったという、これも連想から始まってるアイデアなんですよね。ポストイット、例えばラー油なんかもそうだと思うんですけど、ラー油って何かといえば、まあ、スパイスですよね。でスパイスって連想すると食べるもんですよね、食べ物。じゃあ食べ物にいろいろ混ぜたら美味しいかもね、実際ラー油に入れてみたらうまっみたいな、この食べるラー油っていうのができたり、あれスパイスっていうところから食べ物連想したり、おかずっていう連想したりするとラー油がおかずになっちゃうみたいなこともあるんですよね。スマホなんかも本当にそうで、皆さんスマホって手でいじりますけど、手の中でこうできるものってないって連想した時に、手の中でこうやってやるものって言ったらゲームじゃないですか。そうしたらゲームをスマホに入れたらみんなやるんじゃないって言って、まあ、スマホゲームが流行ったり、まあ、上げればキリがないんですが、いろんなものはこう連想からアイデアとかって話題とかって生まれてくるということなんですよ。なのでこのビジネスにおいては連想力っていうのはウルトラキーワードですね。ただその場で即興で話題をどんどん連想させて、で連想していいなってものをピックアップしてその話題を提供するって、これなかなか難易度が高いので、なので普段から事前にねこう連想していくっていう脳内習慣を作っとくといいですよってことなんですよ。我々のスクールでもよくこの連想するっていうのを脳トレだと思ってどんどんやってます。例えばもしよろしければ皆さんもチャレンジしていただきたいんですけど、入学式っていうタイトルがあったとします。でここからいくつ連想できるかですね。例えば入学式といえば制服、これ合ってる間違ってるじゃないんです、もうどんどん出していく、発散をしていくということで、入学式といえば制服、じゃあ制服といえばランドセル、じゃあランドセルといえばカバンなら置きっぱなしにしてきた高校に、あドラゴンアッシュの歌詞が出てきたみたいな、伝わりますかね。ドラゴンアッシュの歌詞といえばリリックといえばラップ、整合性はいいんです。ここからどんどんこういろんなものを出していく、こう脳の発散していくアイデアっていうことですよね。これね、まあ言ってることが出てきたワードが合ってる間違ってるは抜きにして、
30秒で入学式、これ10個以上出てきたらなかなか脳が柔らかいなっていう証拠だと思います。30秒で10個で、これ20個以上出てこられる方はやっぱりお上手、普段からコミュニケーションが会話豊富足りない、そりゃそうですよね。1個のワードから20個バーって出てきて、これがいいなと思ったらピックアップして出せるというような、まあ極端に言えばそういう話ですから、やっぱり連想力をトレーニングをしていくっていうのはものすごい大事な練習に、ね、なってくると思います。で、今日は連想法の話をしてます。これが上手い人っていうのは人前で話す時もネタが尽きないんですよ。例えばですね、何しましょうか。じゃあ時計っていうテーマがあったとしますか。これで、まあ、なんか人前で喋ってるという時に時計っていうテーマがポンと出てきた、これに対してね連想するわけです。時計といえば何ですか。例えば時間とか、刻むとか、長針短針とか、まあ一周するとか、まあいろいろ連想できますよね。で、ここからこんな話をしたりするわけですよ。長針短針っていうのを拾ってね、時計といえば、まあ、時間、刻む、長針短針、一周する、まあいろいろありますけども、やっぱり長針短針を見てるとね気づくことがあるんですよ。これは長針っていうのは1時間に一周する、短針っていうのは12時間で一周する、でも必ず長針と短針は12時でまた会う、そうなんですね。これ人生と一緒で、早く進める、早くせか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 生きるのがいいか、それとも、単身のように12時間かけてじっくり動かすのがいいか、これは長身のように早いのがいいのか、単身の方が遅いのがいいのか、そういうことではなく、確実に前に進むっていうことが大事だと思うんです。まあみたいな、こういうなんかね強引に紐付けてみましたけども、早いとか遅いとか関係なしに、早くても遅くても前に進んでることが大事なんだよみたいなね、時計からちなんで連想して話をしていくみたいな、人前でこうボキャブラリーがたくさん多い方っていうのはね、その場でキーワード拾って連想して深掘るなんていうことをやってのけるんですよね。もうこの領域まで来たら本当にマスターだなと思いますけれども、まあこういったこう連想をしていくっていうことを今日はお伝えをしました。本日のまとめになります。今日は何気ない会話の中での話題作りということで、皆さんに連想法ということをお伝えをしました。やはり会話は人間と人間をつなぐ潤滑油になると思うんです。時にはね話しづらい方っていらっしゃると思うんですよ。ですけれども、そういった方に何かポンと話題を投げたら、その件についてものすごい喋ってくれて、でよくよく話をしたらですね、とってもいい人だったなんていうことがあるかもしれませんよね。その人のご縁が今後5年10年を変えていくドラマになっていくなんていうこともあるかもしれませんし、お仕事につながっていくなんていうこともたくさんあると思います。ですので今日は連想ゲームということで、いろんなキーワードから連想してみる、そして実際話題を作ってみるという練習をしましたけども、やっぱり普段からこう連想力を鍛えることによって、で合ってる合ってないではなく、もう膨らましていく、もうこれゲーム感覚でやられるといいと思います。連想を繰り返しこうやっていくことで、いろんな話題が提供できるようになっていく、そして会話を楽しむ、逆に言うと話題を提供できる人になるという、こういう好循環を生み出していただきたいと思います。こちらのチャンネルではモチベーション&コミュニケーションスクール提供させていただいてまして、話し方に特化して普段セミナーも開催をさせていただいてます。今日の動画でも役に立ったっていう部分があれば、高評価ボタンポチッと押していただけるとすごく励みになります。そしてもし機会があればですね、一緒にチャンネル登録もしていただいて、皆さんと一緒にこれからも会話力を高めていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。じゃあ